見させていただきました。どうでした、改めて。個人的にはですけど、ちょっとマナカ言い過ぎだなというか、あ、思っちゃいましたけどね。いや、わかるんですけど、あんなに優しくしてくれてるのに、なんかその優しさをみじんも感じてないような言い方をちょっとしちゃってたので、まあ、反省ですね。悲しい回でした。でも見たよって言ってくれて、まあ、いつも通りちょっと私のこといじってで、なんかセリフを言われましたね、横でずっと。好きだよの、うん、だよとことか横でずっと言ってました。天をいじるために覚えてますから、あの人は愉快な人です。あと竹本優衣っていうメンバーがいるんですけど、あの人も見たよって言って、朝から見たからきつかったって言ってました。確かにちょっと朝から見る、朝のものではないですね。橋本は完璧であってほしいですよね、ここまで来ると。いや、そうです、ここまでノーミスですから。でもそんなノーミスの人間はいないですから。ちょっと待って。うわ、これは本当にやだ、いやだ、結局じゃないですね。あ、これ思い出しました、台本読んで結構嫌だなって思った気がします。これ確かに思い出した。え、この後の展開も思い出しました、そういえば。今までの橋本の完璧さからこう食事のシーンを見ると、なんかちょっとあれ、こんな人だったっけとはなりますよね。